ドラマ遺産相続に出演する向井誠今回はそんな向井にまつわるエピソードについて見ていきたいと思います向井理の性格人柄がわかるエピソード共演者が語る向井誠の印象宮崎葵お互い暗くて人見知り写真や映像で見る向井君っていつもちゃんとしている印象で王子様みたいに 特別な人だと思われていると思うんですよ。でも、お会いしてみたら、ちゃんとはしているけど、ちゃんと普通の人だった。北川景子、いたずら好きだった。最初は、私と同じで、極度の人見知りの方だったからか、クールで近寄りがたい人かなと思った。松下奈緒、意外とよく話すし、よく笑う。初対面は、寡黙な方。 というイメージでした。竹内優子、マイルドな人。プライベートな一面。ドイスって言われることが多い。恋愛に振り回されたことがない。いいなと思う女性は、ズバリサバサバしている女性。天然ぶったり、ぶりっこするような女性は、ちょっと苦手。カラオケがダメ。自分の中ではオンチだと思っている。苦手意識が強い。 手巻煙草を愛用している。向井真のルーツ学生時代のエピソード小学校時代床屋に行かずに母親に切ってもらい浮いたお金で本を買ってもらっていた漫画本以外だったら何でもいいと言われ電気とかを読んでいた中学校の夏休み前日にほとんど話したことがない転校生に告白して運よく付き合えた 中学校のの同級生の話高校生になっても遊ぶのは男友達だけシャイなために女子とはあまり口がきけなかった大学時代在学中にバイトしていたバーテンが面白くなり卒業と同時に店長に就任